皆さん早く行きましょう。はい、出発です。今日はですね、なんとですね、タオさんの地元のですね、はい、京都の丹後ですね。もうこれ僕のあのホームグラウンドなんですね、釣りの ね。もうこの辺りが一番僕がよく来るところで、はい、もう船長お父さんから増えると30年以上の、もう漁師ですからね。で、今日は解説者半分漁師半分。前来た時がすごい波でね、それで今日はもう波のあんまりないところでということで、はい、あんまり大きい出ないで、出ないでください。釣れる魚出ないでください。ということで、アマダイ、アマダイ、はい、アマダイが釣れたらトニカサゴ、トニカサゴ、はい、釣ったことないでしょ。ないです、両方ともない。結構早いな、おい。京都というとね、はい、アマダイっていうのは意外とね、グジって言われてる。あ、グジね。はい、グジ、グジ知ってます。これもあのかなりみんなに情報がられる魚で、そうですね。それとあとはあのトニカサゴ、これはあの関東でも、はい、チビだな。これはいらないな。リリースしてあげましょう。ね、いやあれね、そこに沈んでると緩んでるから分かりづらい。難しい。このサイズならね、塩焼きにしてもすごい美味しい。トータルの重さやってるの。でもリリースしたらダメじゃん。トータルの重さとか言ってる。今頃気がついた。あら、そういうことか。俺もう4匹リリースしちゃった。ちょっとここのこういうふうにいいと思う、針持ってこうやって、それでこういうふうにやればこれが難しいから、そう苦労しております。表情量で勝負とか言ってたね、今初めて聞いたよ。ちょっと浮かしてあの当たりを見るようにしますね。今のも全然釣ったじゃなくて釣れただからね、うん、あのなんか上げてみたらかかってたっていうね、あれはあの釣り師としては釣ったっていう言葉にはならないですよ。あ、釣れてしまったっていう、全然違う。これから行きますか。まあでも本命2匹まだいる。あっちはまだ本命ゼロだもん。どうすんのこれ。いくら重さ勝負ったってこれかわいそうだよね。慌てた慌てた慌てた。本命っぽい本命っぽい。電光？電光か。今のは本命だと思ったな。したけどな。もういい加減にしてちょうだいよ。もういい加減にしてちょうだいよ。もう。こんなんばっかりですよ、平井さん。なんか用意してましたよね。これは当たりがね、当たりが甘だっぽいんだけどね。あー本命来た来た来た、本命やった。またいいとこ下顎にかかってるわ。あら綺麗
麗綺麗。加えてじっとしてる時がよくあってね、ちょっとわからないんですよ。後で狙おうって言ってたのが先来た。来た。これ後で狙おうっていう魚なのによ。先に来ました。これはもうこんなとこ当たったら4時間ぐらい痛いですからね。すごい腫れる。グローブぐらいに。僕は腫れました1回。3回ぐらい当たってるからね。この外から3番目のね。エラを、あ、これももう弱ってちょっと先やる切ればね、血がよく出るんだけど、これも元気じゃない。あ、でもまだ出ますね。うん、あ、本命や、本命本命、3匹目よし、3匹目、ちっちゃいけど、はい、いいですね。松笠揚げっていうのかな、この鱗を取らないで三枚おろしてちょっと切って、それでこうちょっと油で焼くとちょっとバーンと鱗が立つんですよ。これがパリパリして美味しい。本命でした。これ針2つとも飲んでんのかな。ですからね、ちょっと他の人に負けると何を言われるかわからない。ちょっとやっぱり突っ込まないとね。大きいの入れたよ。ここにカサゴ用のね、三本針、ちょっと針がでかくて、ハリスも今まで3号だったのが6号、ちょっと太い仕掛けになってますね。だから少々大きくても大丈夫で、餌も多分違う餌になる。普通僕らあのサバの切り身とか、まずこれはこのサンマ、サンマをちょんがけですね、こういう感じで、これはあのちょっとあのアピールするのにヒラヒラをちょっとつけました。これはゴツ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 っていうあたりで、ちょっと今までのあたりとまだ違うんです。潮の流れのところにずーっと沈んでるんですね。今みたいに巻き餌をパッパッと出さなくと、その巻き餌とこの針にかけてる餌とか同調して同じような感じに流れていくと魚がそれに来るわけです。でさ、まあ、タイなんかでも大きいタイって意外と神経質で違う動きをする餌ってあんまり来ない。落ち方が早いとか、それで同じようにこう流れていくような、そういう、まあ、まあ言うたら状態を作ってあげると、あんまりこう何て言うかな、違和感なくその針がついてる餌にも来る。
やめようかなっていう人がいないの。上がりましょうか。残念でした。残念、トキオニガサゴダメでした。 1.65、 1.65 キロです。さすが。1.65 並び、全く大記録ってことはやっぱりこっちのが値打ちある。これの値打ちあるけどね。もう昼過ぎからの超過ですからね。約4時間ぐらいですね。ぐらいで来てね。魚なんて魚ですかね。これはね、やっぱり今日の一つメインターゲットは、はい、アマダイ。アマダイ。アマダイは小川さんは1匹ね。いいですか。僕は5匹。あとは完全に私の負けですね。あとはレンコダイが江川さん5匹、はい、僕はちっちゃいのを入れてちょこちょこっと、それとあとあの重なるそうです、糸よりと、はい、鬼笠のこういう感じでね、はい、こうやって見たらね、すごい赤い色が多くて綺麗よね。そうですね、うん、はい。まあ、これ第1回ですから、まあ、こんなところでね。第1回ですから、はい、これから2回3回とどんどん良くなっていくと思う。やるかもしれないですね。やるかもしれないんで、ね。はい、その辺も期待していただいてね。はい、楽しい釣りでしたね。はい、はい、またよろしくお願いします。ありがとうございました。